皆さんこんにちは、若菜ずキラキラキッチンのお時間です。今日の食材は甲州牛です。甲州牛でホワイトビーフストロガノフ紹介したいと思います。あなたの食卓をキラキラ輝かせる若菜ずキラキラキッチン。本日は甲州牛でホワイトビーフストロガノフを作ります。まずは甲州牛を薄切りにし、塩コショウを全体になじませます。さらに薄力粉もまぶすんですよ。これが美味しく作るポイントなんです。お肉を細く切った後に薄力粉をまぶすことで、お肉の旨味を逃がさず、ソースとの絡みもとっても良くなります。続いてバターを熱したフライパンに玉ねぎ、マッシュルームを入れ、玉ねぎがしんなりするまで炒めたら一旦取り出しておきます。同じフライパンにバター、ニンニクを火にかけ香りが出たら牛肉を加え炒めます。甲州牛とっても美味しそうですね。そこに白ワインを加え、アルコールを飛ばしたら先ほど炒めた具材を加え、さらに薄力粉をまぶし、粉っぽさがなくなるまで炒めていきます。続いて牛乳、生クリームを加え、全体を絡ませながら一煮立ちさせたら、蓋をして弱火でしばらく煮ていきます。そしてここでサワークリームを加えます。最後に加えることで酸味が飛ばずに美味しくなるんですよ。あとは塩コショウで味を整えたら、甲州牛でホワイトビーフストロガノフの出来上がりです。甲州牛は柔らかい肉質と豊かな風味の舌触りが特徴の美味しいお肉です。柔らかく煮込んだ美味しい牛肉とホワイトソースがとってもよく合います。簡単にできて美味しいので、ぜひご家庭でも作ってみてください。くにちゃんさんのステーキサラダ、とってもお上手。